皆さんこんにちは、解説役の諏訪子です。とうとう古戦場が始まり、明日からは150ヘル解禁ですね。今回は150ヘルフルオート編成考案動画です。速度と安定感の2つを軸に6種類考えてきました。実際の検証はできませんが、今までの傾向をもとに可能な限り考察していきます。ちなみに95ヘルフルオート編成については先日動画をアップしたので、よかったらそちらもどうぞ。それでは行ってみましょう。まず、今回編成を組む上で紹介する項目はこちらです。こちらの3項目について考察していきます。それではまず敵の情報からです。いつものパターンであれば敵のスペックはこのような感じです。また、敵の HP ごとの行動もこのようになっています。前回の風流利古戦場でもこれらは変わらなかったので、おそらく今回も変わらないでしょう。95ヘルの敵からも大体のパターンが予想できます。今回は通常攻撃が全体対象なので、シスノニアビなどは使いづらいですね。次に主人公ジョブの選択についてです。私の個人の考えではありますが、150ヘルフルオートに適性があると感じたのは、この6種類のジョブです。マスターレベル強化によっていろいろなジョブが強化されたので、6種類と多いですが、その分いろいろな攻略パターンがあって、とても面白いなと思いました。メイン武器も含め、選択肢が増えるのはいいことですね。次に150ヘルフルオートで適性がありそうなキャラ一覧です。今回はこの3つのタイプに分けて紹介します。まずは攻撃系から。速度を求める場合はこの中から1人以上は採用したいです。この中でもリッチ、シス、イチポチ許容すればフェディエルも別格。所持していればほぼスタメン入りすると思います。この3人を所持していない場合に火力が欲しい場合は、必要な役割に合わせて採用を検討するといいでしょう。次に支援系です。闇属性はこのタイプのキャラが多くありませんね。この中で特に優秀なのはオキス。支援がメインではありますが、攻撃性能もかなりあります。あとは奥義したいならビカラ、グラビとマウントならクラリス。回復が必要ならカリオストロを採用すると良いでしょう。次に耐久系です。ミーアは復活効果が破格なので所持していれば裏に入れましょう。あとはゼヘクは弱体耐性、アンスリアはクリアを持っているので、この2人は今回の敵と相性が良さそうです。あとはアルデールやターニャなど、150ヘルでは高頻度のスローも有効ですね。ジョブ、キャラの簡単な解説は以上です。それでは敵の行動パターンを考慮し、速度と安定性別に、候補の編成例を何種類か紹介します。ただし、まだ実際の敵が見えていないので、参考としてご覧ください。ちなみに召喚石は全ての編成で統一。フレンドはベリアルで行います。まずは速度重視型。攻撃性重視のレリバス編成です。開幕フェディエルの3アビ押し前提。ベリアルのおかげで、フェディエルのバリアは、2ターンは切れないと思うので、85トリガー以降もマウントを残して進行できます。アビダメも奥義も高く、再生効果で HP 維持もできるので、キャラが揃っている人はこれが鉄板かなと思います。次はより攻撃に寄せた文句編成。文句にダメアビを持たせたいので、補助としてゼヘクを採用。あとは連撃率補助でオーキスを採用しています。闇はアビダメの火力がとても大きいので、HP さえ持つならかなり早いと思います。次はマスカレ編成。メイン武器のオシリス探検の奥義効果がかなり優秀なので、耐久が必要な150ヘルでは活躍してくれそうです。あとは回避すると発動するアビダメも優秀なので、短期中期に対応できるいいジョブになったと思います。次は剣豪編成。奥義の頻度が高い場合、アンスリアが相性が良くていいですね。厳選武器もないため編成が楽です。ただし、奥義軸はどうしても時間が多くかかってしまうので、速さを求める人には向いてないかもしれませんね。次に安定性重視型。こちらは2パターン組んできました。とにかくクリアすることだけを目指した編成です。最初に紹介するのは、黒猫同士編成。マスターレベル強化でバフが強くなったので、武器やキャラが整っていない人向けです。黒猫魔導士のおかげで弱体耐性も上がっており、今回の敵との相性は悪くないかもしれませんね。最後はランバージャック。ジェカリアの奥義効果が HP 回復なので、あとは、武器枠に渾身があるので、代わりにドラポンを採用。耐久性という面では悪くないかもしれません。解説は以上となります。いかがでしたでしょうか。
実際の変性は 150Hz が始まればもっと変わると思いますが、人によって変性の状況も違うと思いますので、今回のポイントを踏まえて調整するといいかもしれません。長くなりましたが、どなたかの参考になれば幸いです。以上ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。